ネナド・ジモニッチは、セルビア・ベオグラード出身の男子プロテニス選手。身長190センチメートル、体重91キログラム、右利き。長年にわたりダブルスのスペシャリストとして活動してきた。これまでに ATP ツアーでダブルス54勝を挙げる。彼には、ジキ、ジモ、ジモネなどの相性がある。の表記も見られる。四大大会では、男子ダブルス3勝。 混合ダブルス5勝の計8勝を挙げている。自己最高ランキングはダブルス1位。ジモニッチは父親が土木技師、母親は銀行員という家庭に生まれ、9歳からテニスを始めた。1995年にプロ入りし、直ちに男子テニス国別対抗戦、デビスカップユーゴスラビア代表選手に選ばれる。ユーゴスラビア代表は二千三年に解体するまで、 デビスカップの2部に相当するヨーロッパアフリカゾーンに属していた。国名は2004年からセルビア・モンテネグロとなりとなった。この間にチームは大幅にレベルを上げ2006年に初めてワールドグループプレイオフへ進出した。モンテネグロ独立後の2007年からデビスカップセルビア代表となりチームは2008年にワールドグループ初昇格を果たした。ジモニッチは ユーゴスラビア、セルビア、モンテネグロ、セルビアの代表で、デハイに連続出場を続け、2010年には、セルビアの初優勝に貢献した。ジモニッチは1999年2月の、デルレイビーチ国際テニス選手権で、マックス・ミルヌイトペアを組んで、ATP ツアーダブルス初優勝を果たした。それ以来、彼は、男子ツアーのダブルスで、毎年タイトルを獲得し続け、 ダブルスのスペシャリストとして、世界的に知られるようになる。2001年全豪オープンで、彼は初めて男子ダブルス準決勝に進んだが、この時のパートナーは、ウェイン・アーサーズだった。2004年全豪オープン混合ダブルスで、ジモニッチは、エレーナ・ボビナとペアを組み、決勝でリーンダー・パエス、マルチナ・ナブラ・チロワ組を6から1、7から6で破って、最初のタイトルを獲得した。 ジモニッチは、セルビア出身の男子選手として、最初の4大大会優勝者になった。半年後のウィンブルドン選手権男子ダブルスで、ジモニッチは、ユリアン・ノールと組んで決勝に進出したが、3連覇中のトットウッド・ブリッジ、ヨナスビオルク番組に1から6、4から6、6から4、4から6で敗れて、準優勝になった。2006年から2008年まで、ネナド・ジモニッチは、 全仏オープン混合ダブルスで、カタリナスレボトニクと組んで3年連続の決勝戦に進出した。2006年には、ダニエルネスター、エレーナリホフセは組6から3、6から4で破って優勝したが、2007年と2008年は2年連続、準優勝となる。2008年全後オープン混合ダブルスで、ジモニッチは、孫テンテンとペアを組んで2006年、 全豪オープン以来2度目の優勝を果たした。これで彼の4大大,大会混合ダブルス優勝は全豪オープン2勝、全仏オープン1勝で、総計3勝になる。この間に彼は2006年ウィンブルドン選手権男子ダブルスでファブリス・サントロと組んで2年ぶり2度目の決勝進出があった。決勝ではブライアン兄弟に3から6、6から4、4から6、 2から6で敗れた。2007年ウィンブルドン選手権まで、ジモニッチはサントロとペアを組み続けたが、同年10月から2010年までカナダのダニエル、ネスターとペアを組むようになる。ネスターは10年以上続けたマーク・ノールズとのペアを解消し、ジモニッチとの組み合わせを好むようになった。2008年にジモニッチとネスターは、男子ツアーで年間5勝を獲得し、 両者の宿願だったウィンブルドン選手権、男子ダブルス初優勝も成し遂げた。ジモニッチにとっては2年ぶり3度目のウィンブルドン決勝で、2人はヨナスビオロクマン、ケビン・ウリエット組を7から6、6から7、6から3、6から3で破って初優勝を決めた。ウィンブルドン優勝後、ジモニッチは北京五輪にセルビア代表選手として出場したが、 ノバク・ジョコビッチと組んだ男子ダブルスは1回戦で敗退した。11月にはブライアン兄弟を抜いて自身初の世界ランキング1位に輝いた。2009年ウィンブルドン選手権でジモニッチとネスターはブライアン兄弟を7から6、6から7、7から6、6から3で破りウィンブルドン男子ダブルスに連覇を達成した。2010年もネスターとのペアで 全仏オープンなど7勝を挙げたが2010年度、限りで、ネスターとのペアを解消し、2011年からは、ミカエル・ロドラとペアを組んでいる。シングルスでのジモニッチは、四大大会本戦出場は二度のみであるが、1999年ウィンブルドン選手権で、グスタボ・クエルテンとの3回戦に進出したことがある。時折シングルスにエントリーを続けていたが、2009年2月の、 地元ベオグラードで行われた ATP チャレンジャーツアーの大会が最後のシングルス出場になっており、現在はダブルスに専念している。ありがとうございます。